はい、それでは今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、今日の対談趣旨はですね、2021年の4月に、僕のサッカーコーチのコーチとしての本が出る予定なので、今いろんなコーチにですね、実際現場でのリアルな声聞いて、集めて、その解決とか、アドバイスだったり、何か役に立つことが、本の中にもね、しっかり織り込んでいけたらいいなと思って、対談をさせてもらってますので、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、早速なんですけど、自己紹介お願いします。はい。名前はコー・スンチョルと言います。で、今年で25歳になって、所属先は朝鮮大体育会サッカー部の、1年生を見ています。今年で指導は3、4年目ですね。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。ちなみに指導者になるきっかけって何だったんですか？大きなきっかけとしては、怪我してからもう選手ができない状態になって、で、そのタイミングで進路のことも考えてて、教員にもなろうとも思ってたし、なんで、部活動もするだろうと思って、だったらもうコーチ転任しちゃおうと思って、なるほど。そういうあれでコーチになることになりました。でも結構悩んだんじゃないですか。辛かったんじゃないですか、怪我を。そうですね。だからなってからもやっぱりこうプレーしてると、プレーも楽しいなってなって、ってなると、わあ、なんかどっちもやりてえなみたいな 感じで、一応たまに紅白戦とかも混ぜさせてもらってるんですけど、ああ、なるほど。それちょっと解消って感じです いいです。なるほど。わかりました。はい。ちなみに、どうして今回対談 OK してくれたんですか？ね。そうですね。将来的に僕のやりたいことにめちゃくちゃ助けになるなって思って、この本自体が。それで、そこに、直接的なり間接的なり関われるなら、それは本望だなと思って、今回、志願させてもらいました。ありがとうございます。じゃあ早速なんですけど、過去でもいいですし、今でもいいんですけど、指導していて悩みとか問題って、例えばどんなことがありますか？そうですね。僕で言うと、今、4年間ずっと大学生見てて、でも社会に出るもう最後の段階、高卒でプロもいますけど、大学を経ていく人たちをこう見送る立場として、こうどういったことを言って、こう大学生のうちにやらせて送り出せばいいのかなーってのをずっと考えたり なるほど。考えてますね。で、もちろん、こう、経験、年いった人の経験談を含むのもいいんですけど、やっぱり若い、年が近いっていうのもあって、結構相談してくることが多いんで、だし、最近まで大学生やってたってのもあるんで、どういったこう経験談から選手を導き出せばいいのかなってのと、あと選手自身の本音を引き出すために、どういう質問とかアプローチしたらいいのかなってのは結構悩んでますね。なるほどね。2つありました。今はどんなアプローチしてるんですか、例えば。今は、何やりたいのから始まって、で、それ、なんでやりたいのか、それなってどうなってんのみたいな、こう手段じゃないみたいな感じのことは言えないんですけど、そんながっつりは。どうなった時に、そのプロサッカー選手になった時に、お前もどうなってんのみたいな、どうありたいのとかを結構言ってから、この目的を探そうっていう感じの質問とかアプローチをしてますね。なるほどね。いいですね。なんかキャリアデザイン、サッカー選手になった後も含め、どうね、生きていきたいかっていう、なんかこう、ビジョンを描く手伝いをできてるというね。そうですね。で、その中でおそらくだけど、なりたいは言うんだよね。なりたいは言うんだけど、でも心の奥底になれないかもっていうのも、例えばあったりとか、で、葛藤するわけじゃん。で、いや、絶対俺なるしって、確信を持っている子がおそらくなるんだよね。どういう現状であれ、いや、俺なるしって決めちゃってる子。で、それってどうなったらなるのかなっていうのは、それももちろん僕も含め、こう、考えている課題というか。だけど、そうです一ね。つ、あるのは、
プロになった後の、その理想の一日をありありと描ける選手はかなり近くなるなっていうのは結構思うかな。うん、だから、うん、なることが目的じゃなくて、なって、もう普通に生活あるわけじゃん。うん、はい、当たり前だけど。この朝起きて何やって、夜寝るまで何するっていう、こう、じゃあ練習場に車で誰々の選手に乗っけてもらうのか、うん、ロッカールームでこんな話してて、練習終わった後、ここで例えば他の選手とご飯食べるか、まあ、筋トレやってとか、そういう、実際にプロになった後の普通の一日っていうか、理想の一日を描ける選手、うん、描けるように手伝うっていうのはありだと。描けたら相当近づくし、自分もその、まず自分が自分のことをそうやって信じられるようになるんでね。そういう人間であるっていう、うん、だからうまくいかないことがあったとしても乗り越えていくのはそんなの当たり前じゃんと、うん、だって俺ああなるもんっていう意味で脳を騙しに行くっていうのは結構いいやり方かもしれないなと思うかな。まあ、だからそういう中でいくと素を喋ってもらうにどうしたらいいかっていうところにつながるけど、ね、いきなりは喋ってくれないので6ヶ月講座の中でもやったカウンセラーアプローチ、過去を聞いているのとか、まあ、そんな時間があんまないんだとしたらね、結構いいのは最近あった楽しかったこと3つ教えてって言うと喋りやすくなる、うん、楽しいことを思い出してからじゃあ本題に入っていいですかみたいなっていうのはなんかこう心地いい質問をされるとね、快楽っていうか快を得るからなんかこう喋りやすいかなって、うん、あとはねイメージレベルでいくとラポールを自分ラポールってこう自分の信頼関係ができてるっていうイメージをもう自分からもう出しちゃうっていうのもある、うん、周波数を合わせに行くっていうか要は私はあなたの味方ですっていうのを先にこっちがそういうのを出してお互いがつながったなっていうイメージを先に持つだけでも結構変わったりはする、うん、だから大人ある意味大人だからその普通の状態なのかちょっと落ちちゃってるのかそれともとてもいいのかっていうので、うん、ちょっと落ちてやるんであれば未来の話とか全然できないんだよね、うん、描けないからじゃあ元通りっていうか普通に戻してあげるこれカウンセリングの、うん能力が必要になってきて、で普通だったらじゃあもっと高みを見るためには今度コーチング必要になってくるとか、またやり方が分からなかったらどうしてもティーチングっていうかちょっとこういうこともやってみたらって促していくのが必要もあるけど、ね、で本当にいい状態なんだったらこう足元を見て、要はイメージはいいから足元を見て毎日やれることコツコツやれてるのかどうかっていうことを今度はチェックするとか、うんうん、なんていうのかなこうブレーキになるようなものってどんなことがあるのかなっていうことをまた想像したりって、まあ、うん、その状態によって合わせなきゃいけないから、本当だからコーチはね、大変なんだけど。まあだからやっぱり、これは結構いろんな人にもお勧めしてるのは、カルテ作るのはいいと思うよ。個人カルテ。個別にこの子は、別に決めつけじゃなくて、例えば VAK のタイプがどれで、どういう思考癖があって、過去のこう、プレー経験だったりとか、ポジションだったりとか、例えば起用歴だったりとかっていうことが一人それを、もうなんていうのかな、パッて見ると、今までの、こう、どういうサッカー経験だったりっていうことも含め、わかるみたいな、うん。で、できたら、本当にあれだよね、2ヶ月に1回とか、本当は1ヶ月に1回とか、個別に面談ずっとできるのが一番いいけど、うん、なかなか時間がないかもしれないけど、個別の面談入れてって、じゃあその子が描く夢に対して、どのぐらいの進捗なのかみたいなことをこう寄り添っていくみたいなことが多分大人だったら全然できると思うんで、うん、それが直接会って喋らなくても、まあ、LINE のやり取りとかも含め、うん、こう進んでってるのかどうかでなんかこうちょっとあんまうまくいってないですとかちょっと最近不調ですみたいなのを気軽に言ってこれるような環境、うん、関係を作れればなんかいいかなと思います。そうですね、やっぱ自分が今どんぐらい進んでるのか分かんなかったら結構やっぱ選手って不安があるかなと思って、うんうんうん、その都度なんかその適した声掛けしてあげたりとか、うん、まあ、そのためにはしっかり見ることが大切だなって思ってから、うん、まあ、指導を持ってる担当のカテゴリーが結構人多いんですけどそれでも
まあ、見ながらでもそうですし、その逆に 他人の評価とかもちょっと参考にしようかなと思ってから一応やってる感じですね。素晴らしいですね。もうだから個別アプローチと継続性です。本当に継続ですね。まさにコーチングの継続。他に何か知りたいことありますか？そうですね。なんかそれで言う、その流れで言うと、例えばこう未来、将来像を描かせました。うん、結構、まあもちろん、あの暗い未来なんか想像するやついないと思うんで、まあ明るい未来を想像します。うん、例えば僕9月から12月の間のトレーニングマッチ、その1年生が6回ぐらいやったんですけど、うん、1回も勝てなかったんですよね、いろいろこうあって、で、まあ、勝てなかったら結構やっぱ、うん、僕もそうでしたんですけど、うん、目の前のこと見ちゃうじゃないですか、うん、あそこ見たけど今ここでしかないみたいな、はいはいはい、でいやお前らなんかこれは失敗はチャンスだよとか、これは成長させてくれるチャンスだよって言っても選手たちからしたら、いや成長してねえじゃんみたいな、うん、っていう時にどういった声かけすればいいのかなっていうのを、なんかなるほど、ね、未来のことをに未来のことを、うん、未来のために今があるっていうのは分かってるんですけど、やっぱ選手たちも、うん、やっぱ今勝ちたいっていう気持ちもあると思うし、うん、今を全力でいきたいっていう感じのあれもあると思うんで、そうだね、うん、ここもどっちもバランス取った上でどういったコーチングすればいいのかなっていうのは、どういう声かけ、なるほどね、それは成長、勝てない時ね、はい、あまあ嘘ついてもしょうがないからね、別になんていうの、そうそう、全然できてないのに大丈夫大丈夫とかって言うのはおかしいから、はい、ただその過程だよね、結局だからその1年後にこうなってるってことはプレー面でもこういう現象が出ているだろうっていうのはコーチは分かるわけじゃん、はい、こういうことができているとか、こういうことが確率的には高くなっているだろうとか、こういうミスが減ってるなっていうところでいう途中段階でいくと進捗スピードゆっくりだったら、いやもうちょっと早くしなきゃとか、逆にだから悔しいよね、じゃあやらなきゃいけないよねってシンプル、うん、うん、届かないよねこのままだったらって、でも行きたいんだよねって、はい、なったら一緒に努力していこうかって、別にその怒るとか煽るとかじゃなくて、うん、っていう風にするのもいいし、あまりに落ち込んでなんかもうやりたくねえみたいになってるんだ、いやいや良くなってる部分すごくあるよって、結果だけで言ったら負けたかもしれないけど、うん、じゃあ分かんない、その相手と何対何だったか分かんないけど、仮に例えば3ヶ月後やった時はどのぐらい競ってるかっていうのをもう一回やってみようよ、まあ、その定点観測ができるといいよね、うん、うん、なんかこう過去どうだったかっていうことを忘れるから成長感感じないんで、ね、うん、今が自分が普通ですって言うけど、いやいや高校生の時そんなことできなかったでしょって絶対あるんで、うん、みんなとか中学生で考えたら、いやこんな風にプレーできなかったし、こんな風に考えたりはできなかったでしょって、だけどそれをこうね忘れてるわけよね、うん、なんかそこをこううまく試合も勝った負けただけじゃなく、どういうプレーを、そもそも意図として何をしてほしかったか、目的なんだったか、 もちろん目的は勝つことだけど、その中でどういうふうに勝ちたかったからこういうプレーをしてほしい、それがどのぐらいできてたのかっていうのをこう分析、だからやり方だと思うけど、そうやって負け続けてて本当に空気が悪い時ほど試合のいいプレーをやっぱり切り取ってあげて、うん、こういうプレー続けていこうよっていう話に持っていく、うん、でこれなんか昔なるほどなと思ってたのが、ついつい負けてると練習厳しくしちゃうんじゃん、はい、そうですね、例えばね、はい、練習量増やすとか厳しくしちゃう、でそれだとさらになんか落ち込むから、あそれリーグ戦が本当に毎週ある場合ね、スペイン人が言ってたのは面白いなと思ったのが、で勝ってる時こそ逆に厳しくするっていう練習をね、うん、こう調子に乗ったりもするから、そうじゃなくて、もう練習でおらーみたいな、ちょっと厳しく言って、だからもっとゲームでやれるように。で、負けたら逆に、それをついつい厳しくしがちだけど、ちょっと優しくしてあげないと、精神的に参ってるところに追い込まれたら余計参るっていうのを言ってた、ね。うん、まあ、さじ加減っていうか、いつもそうとは限らないけど。うん。うん、だから悔しいって思ってるんだったらラッキーね。そうですね。うん。悔しいと思うんだったら練習しっかりやるだろうし、こっちの話もっと聞いてくれるだろうしっていうところはあるけど、ああもういいやみたいになってるのはちょっとね
一人一人話聞かなきゃいけないだろうし、本当にどうしたいのかっていうことを解いていかなきゃいけないとは思うけど、そうね、この なんて言うんだろう、ずっと勝ち続けるチームはまずそもそもないから、うん、強くなるチームって後半戦になって強くなるっていうか、負けなくなる、勝っていくチームだと思うんだよね、うん、でそうするといかに負けから学ぶかっていうのが大事だよねって、うんうん、やったミスをまた次の試合でもやるじゃなくて、次の試合はもうそのミスはないですと。でまた別のミス出てくるけど、それがどん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 改善されていくチームっていうのが、なんか今すぐ勝ちたいっていうよりは、じゃあ本当のゴールっていうか、究極のところで言うと、まあ分かんない、大学3年生なのか4年生の時にしっかり結果が出るようにっていうふうに、もしなって今大学1年生になってるんだとしたら、ここでそういう悔しい経験するって大事だよって、うん、うん、でそこで乗り越えたっていうかね、クソ悔しいからもっとやろうって思ってやった選手たちが、やっぱ大学3年生になって4年生になった時に結果が出る代になるよねって、うん、で逆もありかもしれなくて、大学1年生の時すごい強いっていうか、良くて勝ちまくってて、でもなんか大学4年になったらあれあんまりだったねっていう方が良くないじゃん、うんうん、なんかそんな、うん、今ここで悔しい思いをするってとても大事だっていう、うん、うん、強いチームというか強くなるチームっていうのは必ずそれを経験するから、うん、うん、あと具体的に、ね、じゃあ、ね、何が足んなくてどう練習したらいいかっていうことをコーチがアイデアとして出していけるとね、うん、うん、そうです、そこに納得感があれば、うん、ちょっとやってみたい、やってみます、はい、やってみてください。あのそういうなんだ、負けて本当ね、どうしたらいいんだろうって悩むのが一番なんかこうある意味成長してるて、ね、その時は本当に辛いんだけど、うん、指導者としても選手もみんなで成長してると思います。じゃあ続いてなんですけど、いろんなところでサッカーコーチのセミナーもね、すごく勉強しに行ってると思いますが、はい、他のセミナー、サッカーコーチのセミナーと僕のセミナーどんなところが違いますか？6ヶ月講座受けての感想で言うと、うんうん、なんかスキルを学ぶというよりか、スキルを学ぶためにどういった心を持った方がいいかというか、うんうん、どうあった方がいいかっていう、結構内面的な部分の方が強かった、おでかかった、いっぱいやったなっていう感想があって、まだ終わってないですけどそれを、スキルをどう生かすか殺すかも自分次第だなってのは、めちゃくちゃこの4ヶ月通して学んだので、うん、いいもの持ってても結局失敗した時に、うん、あもうこれ使えないじゃんって捨てるのと、うん、もうこの使い方って俺のが間違ってたんかなって、こう自分にベクトル向けるか向けないかで、うん、変わってくると思うので、その大重要性、うん、他に学んだこといっぱいありますけど、そういった重要性とかをやっぱ知れる、学べたってのはやっぱり、うん、大きかったですし、他のセミナーと違うとこだなっていうの思いました、ね、ありがとうございます、まあ、その流れでいくと、6ヶ月講座の内容、まあ、全部というか、まあ、そういう人としてどうあるべきとか、コーチとしてどう考えるべきっていう内容を、はい、まあ、サッカーコーチのコーチとしてで書いていくんですけど、どんな内容を例えば本に入れてほしいとかありますか？まあ、自分への問いかけ、うん、めちゃくちゃこれは自分の中でも使って出るし、うん、あとは未来を想像する、うん、自分が想像して自分が掴みに行くっていう、うん、まあ、主体性の部分と、まあ、NLP の部分だったり、うん、そういったことがあれば、やっぱ自分のこともなんていうか、なんですかね、その未来を想像できますし、選手のそれにアプローチできるんじゃないかなっていう、うん、思うんで、まあ、主体性の部分と、うん、また未来を想像してどうやって質問投げかけるかとかも、うん、あったらいいんじゃないかなって思います。じゃあ、まあ、まだ本を、ね、完成できてないんで読んでないんですけど、はい、まあ、このサッカーコーチのコーチが書く本ってどんな方にお勧めできますか？僕はもう選手にも結構勧めたいなってのもありますし、うん、それで言うと結構マインドセットの話とかもやっぱ 出るんで、うん、まあその指導者とかも選手とかもの前にまず人というかであるんで、うん、人としてどうあるべきかとか、
そういうのを、うん、まあ、考える上で一つのいいきっかけになるんじゃないかなと思うんで、ぜひ選手にも紹介したいなと思ってますし、僕の友人とかも結構、うん、まあ、学ぶ時間がないとか、うん、まあ、でもそれもなんか他人にベクトル向けてるような感じもあるんで、うん、それじゃなくてまず自分がどうしていくかじゃないっていう意味でも、うん、そう、本を紹介したいなって思います。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみにします。